リール映像なんか何もやるものなかったんで普通にやっていきたいと思います。わあ、開始開始。ブリッツなんでエンパワーメントしました。あ、リサンドラ来んの？ネギトロ 5.2 の動画が上がってましたよ。へぇ、パイオ使いでバロンが変わったやつ。あー、本家と一緒になるんだ。うほ、2号ハイマーの伏線も最後にあったよね。青がモルデとミリオも来ます。モルデとミリオ来んの？ネムネムカット、なんかレイドボスみたいなの追加されるよね、わらわら。ネギトロ全員のフラーケンみたいなやつさんみたい。あ、そうなんだ。マナがね。ネムネムカット、あ、そうまさにそれだ。倒されました。世界の中で俺の力が輝く。パイオ使いでどんどん本家から離れていってる気がする。本家のクラーケンも変わったけど、え、ベインのクラーケンみたいなやつ来るってどういうこと？何が来んの？クラーケン、なんかミニオンヘラルドじゃないの？クラーケンって。当たらないね。ネムネムカット、デカマップのボットギブからトップギブにテレポートできるトンネル組のギブ解散にとかも効果してて、マジでマクロは街の方針感じる。で、本家もあるやん。ボットからトップに、え、ボットからトップはすごいわ。ボットからトップまでいけんの？ボットからトップはやばいね。相当セクシーだね、それ。ネムネムカット、いや、縦割りとかじゃないのよ。ネムネムカット、横割り。やば。横浜アリーナまでいけるってこと？俺んちから。これやばいね。うわ、今の、いい押し方したわ。元からトップに行けたらダメじゃねえ、さすがに。わけわかんないじゃん。バンさん、正直バロン倒したらロボット召喚とかもありと意味わかりません。ロボット召喚されんの？やばいね。ネムネムカット、大角線の法則を壊すっていうモバブチ壊しアホアイディア。俺のベイトがもうベイトしても何の意味もないやん。
なんだこれ。これやばいな。大味すぎだね。うわー、今ネネクトに行くぞだったらな、生きてたな。信じてたぜ、相棒。最初のタワーが破壊されました。いやー、ヘラルドを毎回こっちに出してくれるの嬉しいな。助かるわ。移動中です。受け欲しいな。死んでたー。偶像はあるけど生きれると思う俺。危ないくらいがちょうどいいんだぜ。眠眠カット。自分ゴールド独占ヘラルドがされる時が一番気分悪いですからね。俺じゃん、俺がやるやつやん。俺は俺に金が入ればいいと思ってるからね。計画？ああ、ちゃんとあるぜ、ちゃんと。敵を倒しました。だからヘラルド言ってるとこもあるしな。いや、無理すぎ。無理すぎ、今の。何枚フラ、え、今何枚フラッシュ切った。やっぱ時計優先だったか。迷ったのにな。避けれると思っちゃったよ。今の避けれてないの結構意味わからんけどな。やっぱり。やっぱ意味わからんわ。ランページ。このゲーム。トップレーンのタワーが破壊されました。マジか、来ないのか。天才の打つ球にマグレ当たりってないんだ。俺の本気見せてやるよ。ミニオン狩れんか。値段の10倍は価値があるぞ。危険。ガントレスはほんの飾り。力の源は俺。
倒しました。シャットダウン、ナイスのタワーを破壊します。敵のタワーを破壊しました。クールな男は爆炎を背にして歩む。何行こうかな。あのまでいっか。危ねえ、これは避けれんのか。冒険行こうかな。敵のタワーを破壊し、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 敵のタワーを破敵のタワーを破壊します。チャペルピタッチ変身。ダブルビタッチ変身。
がドラゴンを倒しました。ガントレスはほんの飾り、力の源は。ああ俺はこっちだぜ、楽に片付けてやるよ。チーズなんかいらないさ。移動中です。計画？ああ大丈夫、ちゃんとあるぜ、ちゃんと。うわ惜しい。惜しすぎ。危ないくらいがちょうどいいんだね。ウルト使っちゃったねイボリンちゃん。ボグに使わないといけないのにさ。悪くない、ね、ここがどこかなんてどうでもいい。水原一平、エフリアルって危ないぐらいがちょうどいいって言うけど、俺と全く同じ思考だわ。よもい千玉ゲー。いやそうだよ、エズリアルって何のためにブリンクがあるかって話だよね。もちろん、マイブリンクって弱いんだけど、マイブリンクできないエズは弱いんだよね。わかる？マイブリンクもいるの、このゲーム。でも、そう、いつやるかってことだね。まあ、前に出て、まあ、キュア出て、時計とかで時間稼いで、フラッシュとか逃げるみたいな、っていう方のムーブメントもできないと、その、エズの E のスキルが死んで死ぬわけではないけど、より有効活用できないから、マイブリンクはした方がいい。していいマイブリンクとできないダメなマイブリンクを見極めるまで使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。